マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果が高い納豆、あなたはどのように召し上がっていらっしゃいますか？この動画ではマイナス10キロ痩せた私が食べているさらに納豆のダイエット効果を高める簡単なレシピがわかるんです。もし納豆のダイエット効果を高めてさらに健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる納豆ダイエットの神レシピお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、簡単納豆ダイエットの神レシピお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントがこちら4つあります。まず1つ目はこちら、あなたの腸内環境を改善することができるからなんです。納豆ってすごいんですよ。納豆に含まれる納豆菌があなたの腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてくれる効果があるんですね。で、逆に太る方、デブ菌と呼ばれる悪玉菌を抑えてくれることもしてくれるんです。またよくダイエット中食事の量を極端に減らしてしまって便秘がちという方も多いんですが、この納豆を食べることで便秘改善にも効果があります。では2つ目のポイントはこちらです。脂肪燃焼効果がアップします。なぜかというと、納豆が持つ大豆タンパク質が脂肪をどんどん燃やしてくれるからなんですね。また動脈硬化や糖尿病の予防にもつながるんです。では3つ目のポイントはこちらです。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあるんですね。これは納豆が持つイソフラボンの働きで脂肪を溜め込むのをどんどん防いでくれるからなんです。それではポイント4つ目はこちら、食物繊維がめちゃめちゃ豊富な神レシピだからなんです。後ほど神レシピの材料の痩せる効果について詳しくお伝えしていきます。ではここから2つ目の項目です。簡単にできる納豆ダイエットの神レシピということで、今から材料が持つダイエット効果、材料、作り方、痩せる食べ方、注意点についてお伝えしていきます。まずは何といっても納豆です。先ほどの痩せるポイント4つ、以外にも納豆ってこんなに素晴らしい効果があります。何といっても発酵食品です。発酵食品っていうのは酵素がたくさん含まれています。なので消化吸収するときにとっても酵素って大事なんですね。その酵素がないと消化吸収できませんので、そういったのも補うことができます。またイソフラボンが女性にとって嬉しい女性ホルモンに似た働きをしてくれる効果があるので、代謝を上げてくれたり脂肪の蓄積を抑えてくれたりね、そういった働きもしてくれます。でまた食物繊維が豊富、タンパク質が多くて、しかもオリゴ糖も入っているということで、ここのねオリゴ糖も腸内環境を整えてくれる材料になるんですね。でまた気になる方、コレステロール値も抑えてくれるんですね。では2つ目の材料はこちら、キャベツを使います。キャベツもめちゃくちゃダイエットに有効な野菜になります。なぜかというと、もちろん腸内環境も整えてくれる野菜なんですが、同時に2種類の食物繊維が取れちゃいます。水溶性と不溶性といって、これ両方大事なんですね。偏ってはいけません。そこが一度に一気に取れてしまうというお野菜がキャベツになります。でまた低脂肪ですし、抗酸化作用にも優れています。はい、では最後3つ目の材料はこちら、塩麹を使っていきます。もうただの塩よりも絶対に塩麹、発酵調味料だからなんですね。これとってもおすすめです。そしてたくさんの酵素を含むのと、このオリゴ糖をねしっかりと作ってくれる材料になるのがこの塩麹になります。米麹とお塩とお水、たった3つの材料で簡単に塩麹手作りできちゃいます。作り方知りたいなっていう方は、私のこの YouTube チャンネルの方で作り方の動画ありますから、ご参考にされてみてくださいね。ではここから以上の材料を使ったレシピをお伝えしていきます。キャベツ納豆です。1人分です。納豆はできればひきわり納豆を選んでください。なぜかというと、粒の納豆よりもひきわりの方が栄養価が高くなります。なぜかというと、カットしている分表面積が増えるので発酵する速度が速くなって栄養価も上がります。
それを1パック 50g 準備しましょう。2つ目は千切りしたキャベツを 50g、 そして塩麹、できればねやっぱ手作りがいいです、無添加の、小さじ2ご準備ください。ではここから作り方になります。1つ目、ボウルに納豆を入れてよく混ぜましょう。2つ目、そのボウルの中に千切りしたキャベツと塩麹を後入れしてよく混ぜたらもうあっという間に完成です。ではここから納豆のさらに痩せる食べ方と注意点についてお伝えして終わっていきたいと思います。ここ大事ですよ。まずはこちら、納豆はひき割り納豆を選んでくださいね。どうせ食べるならね、やっぱり栄養価が高い方がいいと思いませんか。なので選ぶんでしたらひき割り納豆がおすすめですが、まあ、どうしてもねなかった時は粒状のものでも OK です。そして次、1日1からまあ最高でも2パックまでにしましょう。大豆も食べ過ぎてしまっては NG です。そして次、ぜひ納豆は加熱せずに召し上がってくださいね。なぜかというと、せっかく納豆が持っている酵素納豆キナーゼは熱にとってもね弱いんですね。もうやめてって加熱したら言ってしまうので、ぜひ加熱しないままそのまま召し上がってください。そして最後に食べるタイミングなんですが、ぜひおすすめは朝召し上がっていただくといいと思います。なぜかというと、朝というのは栄養がすごく吸収されやすい時間帯なんですね。なのでもうどうせ食べるならね、コスパが高い方がいいと思いませんか。なので朝しっかり先ほどの神レシピを作っていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。私もこの神レシピもうほぼね毎日食べています。もうこの黄金の組み合わせ素晴らしいんですね。納豆の発酵食品と調味料の塩麹もダブル発酵食品プラス食物繊維が一度に2種類一気に取れちゃうキャベツまで入れたっていう、このシンプルだけれどももう本当メインのおかずとしても大活躍する神レシピですから、ぜひねあなたも今すぐ作ってみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますとご感想などお待ちしております。いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。